8月20日小松川小学校周辺で第37回青年カーニバルが行われました。このイベントは地域で活躍している青年の連携を深め、より良い街づくりを進めようと平井小松川青年連絡会の皆さんが中心となり毎年開催しています。この青年カーニバルは地域の青年たちが交流と結束の場として始まりました。カーニバル後半にはお楽しみ抽選会もあります。夏休みの思い出として青年カーニバルをご家族でお楽しみください。このお祭りはですね、平井小松川地域の元気印でございます。元気の象徴でありましてですね、この活力をですね、これからもずっと持ち続けてさらに大きなものにしていっていただきたいと心から願っております。会場では地元町会自治会の皆さんによる模擬展やステージ発表など多彩な催しが行われました。当日は多くの子どもたちや家族連れで大いににぎわいました。